どうもおはようございます。こちらはですね、2月の2日ですね、火曜日の、朝です。ですね、一つですね、ですね、ちょっとお伝えというかですね、まあご紹介をしようかなと思ってですね、動画を今作っています。ですね、これですね、まあ、お預かりのですね、1台なんですけれども、これをこう見てるとですね、まあ、ここの特徴ある、ポンプですね。この、ですので、これ、まあ、皆さんご存知の242のですね、これは、モデル A というモデルですよね。ポンプがそのちょっとこう今式のものとですね、違ってまして、チェックバルブにですね、特徴のある、タイプですが入ったものですね。それでですね、まあこれ今日これお借りしてですね、動画を今作ろうかなと思ったのはですね、とある方がですね、実はこの同じ242系のですね、まあ、タンクをですね、修復、を試みたということでですね、ただですね、そのタンクはですね、相当、サビでやられてまして、まあ、サビの状況をですね、まあ、状態ですかね、調べようとしたと思うんですけれども、分解されて、まあ、ドライバーの先かなんかでこのちょんちょんちょんとこうですね、タンクの内側をついたところですね、そこがズボッと、抜けてしまいましたということなんですね。これはですね、まあ、何度かそのタンクの、サビの状態の調べ方なんていう形でですね、動画を上げさせていただいてますけれども、ですね、まあ、外観の状態から相当このサビがやられてるんじゃないかな、タンク内のサビですよね、がやられてるんじゃないかなっていうのは、特にこの手はですね、意外とこう、判断できる場合があるんですけども、とは言いつつですね、やはりこの内部の細部までですね、実際どれぐらいの腐食があるかっていうのはですね、まあ、正直なところですね、中をどうでしょう、そのカメラでもですね、マイクロスコープのカメラでもこう通してですね、見ない限りは 100% は判断ができないですよね。で、そんなことですね、結構このズボッとこう穴を開けてしまうことをですね、体験している方、私もしょっちゅうありますね。っていうのは、あえてですね、そのズボッとですね、つくぐらい、やってあげないとですね、タンクの腐食具合がわかんないというのでですね、まあ、これまあ大丈夫じゃないかなということでですね、無理にそのシーラント等をしてもですね、実際もうサビをですね、もう腐食しているのであれば、これはもう遅から早かれまた何かしらのトラブルが出ますので、そういった意味でもですね、当然この、コンコンコンとそのタンクの底を叩いてあげてですね、バツンバツンとこういかにもサビでやられてしまっているような場合はですね、もうコンコンコンとついてあげてですね、その腐食具合ですね、まあ、なんかズボッとこう開いたら、それはそれでまた、一つの目安になりますので、そんな形で、まあ、そのズボッとタンクに穴を、ですね、開けてしまう場合、しまった場合はですね、まあ、ある意味、いいことかもしれないですよね。考えようによってはですけれども。さてですね、それでですね、今回これ、よく見ていただくとですね、ここにですね、これ1枚この鉄の丸板がですねついてますね。これですね、まあ、このようにした理由はですね、判断つきませんけれども、おそらくですね、この安定性を測るのためにですね、これまあ、随分昔の人がこれをやったんだなと思うんですけれども、
ですね、こんな感じですよね。まあタンクの二回りぐらいですね。これちょうどね、多分シアーズのですね、ちょっとデポッとしたシングルマントルのですね、タンクより若干大きいかな。そしたら2マニ丸系のタンク具の幅ぐらいのこの1枚のこれ鉄ですかね。ちょっと鉄だか、おそらく鉄だと思うんですけれども、プレートですね、この丸いプレートがですね、ついてますね。で、確かにこれにですね、置くともうかなり安定してますよね。ですので、あくまでも憶測ですけれども、この一つの理由は、まず安定性をこれの場合は測ったんじゃないかなと思われます。でですね、これ今、このロー付けですよね。ロー付けをされてまして、で、ここのですね、エッジ部分を見るとですね、これこの返しですね、折り込みの返しがついてますので、これからいくとですね、実際これ1枚2枚折り込んだ形でこれ構成されているようですので、これ自体はですね、なんかなんていうか、なんですかね、なんかのこの余ったようなこのようなものを使ったような形跡もありますよね。まあ、たまたまこれをやった方がなんか使えるものはないかななんていうことで、その当時、まあガレージかなんかですかね、わかんないですけど、探してみたらたまたまこんなものがあったからこれでいいや、みたいな感じっぽいですよね、これね、いかにもね。でですね、これ今、これ叩くと、これ、楽器のようなパンパンパンとこれ音がしますので、ここのですね、実際のタンクの空間の部分とこの板の間はですね、おそらく何も入ってはないですよね。これ何か埋まってたらですね、もっとこうバツンバツンとこう重たい音がすると思うんですけれども、これも楽器になりそうな感じの、この何でしょう、強化音っていうんですか、わかんないですけども、そのような響くような音がしますので、明らかにこれ空間はありますよね、ここの間にね。ですので、さっきちょっとこのズボッとこの穴が開いてしまった場合ですね、仮にこのタンク自体の、本体のタンク自体をこう、例えば、まあ、くり抜いて、まあ、同じようなこういったような素材のものをこう切って、サイズに合わせて当てて、そしてロー付けをする、そのあたりですよね。もう一つの案としてあると思うんですけれども、ですね、意外とそのロー付けがこううまくいかなかった場合とかですね、まあいろんなロー付けしてもこのですね、タンク自体がもう完全、ですね、まあダメというか、もっとサビにひどい状態でやられた、いろいろケースあると思うんですけども、そのような場合ですね、まあ、今お伝えした方法だとですね、ひょっとしたら、理想通りの、仕上がりができなかったりとかですね、燃料が漏れたりするようなこともいろいろこう、なんでしょう、難儀な面があると、思います。ですのでちょっとこう発想の転換なんですけれども、あえてそのオリジナルの底をですね、修繕というか修復する仮にですね、こんな感じで中からではなくて外からこのようなものをつけてあげてですね、もうサンドイッチ作戦ですかね、することによって仮にそのこの底の部分がひどく、なってですね、どうしようもない場合もですね、もうこんな感じで代用品でですね、つけることによって、その燃料の、その、まあ、穴ですよね、空いた問題を、まあ、ひょっとしたら実用するっていうことを前提にですね、
修復されるのであれば、こんな方法もひょっとしたら検討していいのかなとふと思いました。ですので、そのズボッとこのやってしまった、方々、まあ、方々とあえて言わせていただきますけれども、美観とかですね、全く関係ない、もう俺はもう実用さえできればいいんだよっていうようなことがあればですね、この方法も面白いかと思います。最後にこれどうでしょう、どうせ気になるようであれば、あの厚めにつけておいてですね、ちょっともう少しこのエッジをですね、際ギリギリまでですね、まあ、こうカットというか切断してあげるのもいいと思いますし、あとはどうでしょう、なんかこの後ですね、下になんかちょっとこうまたなんかいろいろこうつけられるようなですね、まあ、道具箱というか、あのカスタメイドしても逆に面白いかもしれないですよね。まあこんな感じで、これまああのお預かりしてる、ものなんですけれども、たまたまこんなものがありましたので、ご紹介を、させていただきました。今日はまあこんな感じで、朝から一本撮らせていただきましたけれども、まあ参考になればと思います。以上です。